こんばんは。6月24日月曜日、英語ニュースの時間です。English note to explain passports, including maiden names. 女性フォロワーから要望、外相が指示、旅券に説明文。これはですね、ツイッターある一つのツイートをきっかけに、外務省が動いたというね、ニュースなんですけども、2日前ぐらいのニュースですね。はい。English note、これは英語のノートで、ノートって言っても書く方のノートじゃなくて、掲示とか、説明文っていう方のノートですね。まあ、ノートってね、いろんな意味があるんですね。紙幣っていうバンクノートの、紙幣っていう意味もありますが、English note、まあ、英語のこう掲示、ね、お知らせができたんですね。何のお知らせか。Maiden names、Maiden name、これで旧姓という意味になります。パスポートの旧姓併記に関する説明文が今回初めて、外務省のですね、まあ、正式な説明文として英語で載った。パスポートに併記されている旧姓は丸括弧で囲まれて書かれている。だが英文による説明がなく、外国への入国時などに旧姓が理解されず、説明を求められたりトラブルになったりすることもあるという。はい。で、結婚前の旧姓を併記したパスポートを使う東京都の会社員、羽賀美希さんは、海外出張の際に困ることが多かった。そこで説明のための文書がないか外務省に問い合わせたところ、対応していないと断られたという、まあ、この経緯を3日悔しくて泣けてくるホームページに英文で説明載せるくらいやってほしいとツイッターに書き込んだところ、その結果載せられたのが Ministry of Foreign Affairs of Japan、外務省のこのね、掲示ですね。System to indicate other surname and or other given name on Japanese passport。 いやー、これ、まあ、今回この、こういうツイッターをきっかけに、まあもう今現在は、外務省のホームページで、もう英語で表記があるので、まあそれをね、印刷して持って行ったりとか、すればいいですけど、今まではね、どうやってたんだっていう感じで、がしましたよね。はい。もう私はパスポートにね、まだこの括弧書きとか入ってないんですけど、結構もし自分がそうなったら、ちょっと説明できないよなっていうふうに思いました。はい。ということでね、こういうことが、まあこういう不便なね、こととかまだあるんだなって思ったのと、あとは今回のこのツイートをきっかけに、まあ、今回のこのツイートをね、きっかけに、結構その夫婦別姓とか、まあ、また別の話題もツイッターでね、いろんな意見が出てきているみたいです。はい。ということで、英語のニュース毎日配信しております。今日のニュースへの皆さんのご意見も、ぜひぜひコメント欄でお待ちしております。最近はね、ちょっとライブ配信とかもね、昨日もそうだったんですけど、英語のね、ゲームを解いてみる。生放送でね。とかいうのをやったりとか、2、3個ぐらい、やってみたい、新しくやってみたいことがあるんですけども、それはちょっと実験的にね、このチャンネルに混ぜていこうと思っております。で、このニュースの再生リスト、ニュース自体は、毎日変わらず続いていきますので、まあ、そのね、なんか私が実験してるの、ちょこちょこ配信していきますので、それはね、本当に興味ある方だけ、見ていただければと思います。ちょっと試験的にね、いろいろとやっていこうと思っております。はい、それではまたお会いしましょう。 See you later. Bye bye.